こんにちは。動画のリレーってのはやっぱり億万長者合宿に限らず多くの方がされていると思いますし、これからもされるんではないかなと思いますけども、その中でまあね、リレーの回数とかね、コンスタントさで言ったら多分私たちを抜く人はずっと出てこないんじゃないですかね、だってこの動画のリレーってたまに続けてる人の動画があるよっていうことを噂にも聞くんですけども、まあね、1ヶ月続けたらもう上級者ですよ。1ヶ月続かないですね。まあ、少なくとも年単位でやってるようなね、なんかこう変わった人っていうのは私たち以外にいないんじゃないかなと思います。まあそういう意味でね、生き残るってことだけでも相当難しいんだろうなと思いますよね。さあ、それでね、今回の話題なんですけども、私ね、非常にね、まあ不思議とまでいかないんですけども、まあ思うことがあるんですよね。それはですね、私はまあある意味ビジネスもやめてるわけなんですよ。で、今の収入と自由な時間のバランスにものすごくね、まあ満足してるんですよね。満足しているからこそ新しい好奇心を追求できているってところもあるんですけども、ただね、やっぱりね、何億とか何十億とかっていうのを稼いでる人がさらにやるっていうのは、まあその稼ぐことかビジネスをするのが好きなんでしょうけども、まあそれをね、目指しては私はいないんですよね。で、多くの方もそこまでは目指してないと思うんですよ。まあこう言ったらね、ちょっと口はばったいんですけども、私程度のことでいいんではないかなと思うんですよ、大半の人は。毎日自由な時間があって、まあ、お金もね、気にせずにいろんなものが買えると。で、新しい余剰資金は常にできてるんで、怪しい投資案件も好奇心で試すこともできるし、詐欺られたからといって笑い話で済ませるというね。やっぱりね、100万200万失ったら確かにでかいんですけども、だからといって知名度にはね全くならないっていう。で、それでいて慎重に一つのものを選ぶこともできますし、まあ、時間があるからこそね、慎重に選ぶこともできるし、これがダメでもまあそんなに生活変わんないしっていう形なんで、まあ勇気も出やすいということなのかなと思うんですよ。で、本当にね、あれもこれもやらないといけないものなのかなと思うと、まあ私はね、はばかりながらアフィリエイトはかなり自分でも思えるぐらいいいレベルに行ったと思うんですけども、それでもね、今はね、やってないんですよ。やってないのは何かっていうと、アフィリエイトのトレンドが終わったわけじゃなくて、まあ今のところはいらないかなっていうところなんですよ。いつでも帰ればいいかなと思ってるところなんですよ。でもやっぱり現場を見てみると、アフィリエイトもなかなかね、月収5万10万もなかなか物にならなくて苦しんでらっしゃる方がいるって思うと、まあ、何なんだろうなこれはなと思っちゃうんですよね。で、多くの方が稼ぎたいと思ってるけども稼げないと、自由になりたいと思っても自由になれない、そして今の仕事、今の現状を抜け出したいと思ってるけども、まあ抜け出せないし、5年後10年後に抜け出してるような想像もできないと。まあ、なんかね、妙だなと思うんですよね。私は特別運が良かったのかなとも思うんですけども、ただやっぱりね、一つ言えることは続けてなさすぎるんですよ。もう続けてないと。私と別に比較しなくてもいいんですけども、まあね、3ヶ月の継続っていうのはそんな継続と言えるレベルではないです。これ当たり前と言いますかね。掛け算の九九を覚えてるようなもんですよね。掛け算の九九って覚えるまでなんか学校残されたりとかね、宿題が特別に出たりとかしたと思うんですけども、絶対覚えないと次進めなかったじゃないですか。あのレベルなんですよね。月収5万とか10万っていうのは掛け算の九九を覚えましたか、覚えてませんかっていうレベルだと思うんですよ。まあ、そう思って、やっぱりそんなに難しくやる必要はないかなと思いますし、そんなにね、こう全てを投げ出してやらないと達成できないものでもないと思いますんで、多分一生懸命やってるはずなのに月収5万10万が安定しないってことは、これやり方が間違ってると思いますので、まあ、その辺をね、もう一回考え直した方がいいのかなっていうところですね。まあ誰に向けてのメッセージか分かりませんけども、今回ね、吉谷さんがコラボシューズで6億円とか書いてますんで、まあ、確かにね、すごく魅力的ではあると思うんですけども、多分多くの方は5億とか10億とかって狙ってないと思うんですよ。そんなことではなくて、まず最初の100万円、まず最初の1000万円、これを夢から現実にするために、まあ、シクワックしてると思いますんで、そこはね、簡単にいきますよと。まず照準を奥から数百万とか、もっと言ったらね、数十万ってものを見ていきましょうっていうお話を今回ね、させていただきました。まずは10万円、思った時に稼げてますかと。1ヶ月のうちに10万円を稼ぐ日ってのが何日か作れないと、まあそっからの先の世界はないですからね。こう見えても私ね、1ヶ月のうちに10万円単位の売り上げってあるんですよ。1ヶ月のうちに何回か、やってるように見えないでしょ。やってるように見えないけど、やってるからこうしていられるんですよね。私はだからね、
売れました、儲かりましたとか全然アピールしないですし、自分のおかげでこの人はものすごく儲かるようになりましたとかやらないんですよ。やらないけどもちゃんと実績も出てますし、ありがたいことについてきてくださる方もいるんですよね。まあ、ということでね、いろいろと申し上げましたけども、まずね、自分の届く範囲のその月収5万10万っていうのは本当に届く範囲ですから、その努力っていうほどの努力もいらないです。ただ努力っていうのはね、私の思う努力と他の人が思う努力って違うんで、まあそこが誤解を生むところなのかもしれませんけどね、少なくとも何かを投げ出したりとかね、そんな悲壮感を漂わせてやるもんではなくて、楽しく学んでいると過程でできるもんだと思います。学んでる過程で、基礎を学んでる過程でなんか自然に売り上げついてきちゃったみたいなね、そんな形になるんじゃないかなと思うんですけどね。まあ億万長者合宿と言いますけども、必ずしも1億円達成しなくても十分暮らしは豊かにできると思いますんで、そういうこともね考えながら、これからも動画の方を発信させていただきます。それでは。